おはようございます。一ノ瀬はじめです。完全に風邪ひいた。今から母ちゃんに乗せられて病院に行ってきます。はい、病院着きました。母ちゃん送ってくれて、これから治療を受けていきたいと思います。なんとかね、点滴打って治ったらいいけど。はい、病院の治療終わりました。なんとかインフルエンザではなくて、ただの風邪ということだったんですが、まあ悪くやなるようだったらひょっとしてインフルエンザの可能性もあるので、また再度受診してくださいとのことでした。薬もねちゃんともらってきたんですけど、薬もらうだけで1時間以上かかったね。これなんとかならないのかな。ちょっとしんどいね。座ってるだけでしんどいのに、あそこで1時間座って待たされるのはかなりしんどい。そして、家出る時にね、ぼーっとしてたんで、Bluetooth のね、イヤホン持ってくるの忘れちゃったんで、今日ね、12時半から、バックスペース FM の、生放送ライブがやってるんですけど、間に合わなかったね。もう1時、もうすぐ1時になるのかな。もう今12時55分。家帰って、ゆっくり横になって、聞こうと思ってるんですけど、まさかね、薬もらうだけで1時間。かかるって思ってなかったんで、なるべく早く帰って横になりたいです。はい、とりあえず家帰ってきました。お疲れ様です。なんとか早めに風邪を治すために牛丼食って体力つけます。頑張れ。はい、いただきます。はい、吉野家さん。はい、風邪ひいて寝ていたらあっという間に夜になりました。ということで今日の晩ご飯は母ちゃん特製味噌汁からスタート。しめじと揚げと豆腐だよ。うん、あと飾りでネギね。いや飾りっていうか、まあそうね、彩りね。いただきます。今これね一口飲んだけど、風邪ひいてて味わかんない俺のためにちょっと味濃いめで作ってくれました。優しいね。すげえ美味しい。はい、メインのおかずは町のお肉屋さんで買ってきたコロッケ。手作り風です。いや手作りだろ。ごめんなさい。なんでなんでソースかけたの。ソースいるか分かんなかった。この辺だけ味わっているなと思ったらこの辺食べた。あはってか。はい、ということで切っていきたいと思います。まずは母ちゃんがソースかけなかった方からいただきます。うん、やっぱりソースかけた方がいいな。あ、大丈夫。でも肉の感じはすごいですね。ね、するよね。ここ美味しいんだって。じゃがいももゴンでゴロゴロしてて。うん。あっ。それではソース付きいただきます。うん、うまい。美味しいね。はい、ちょっとね風邪ひいてるので米食ってたらやっぱちょっとしんどかったのでパスタいただきます。風邪にはカルボナーラよね。ね。はい、娘の花の前髪を母ちゃんがパッツンしました。めっちゃデコ広い。可愛いね。ね。はい、食事終わったので薬飲みます。はい、風邪で伏せてたらねレンズが届きました。 GH4 用ですね、15mm の F1.7 レンズですね。ドリキンさんが使ってるやつ、ちょっとね今日は風邪で体調があまり芳しくないので開けるとこだけやってみましょうか。入ってるのはねちょっとさっき開けちゃったんですけど、これレンズポーチが一つと、これ本体ね。ちっちゃいなこれ。うん、ドリキンさんがコンデジと言ったのがよくわかるぐらいのサイズ。ほんとちっちゃいこれ。ちゃんとで、ね、オートフォーカスもついてていいね。まああとはお少々とかね、取説が入ってます。それじゃあまあ今日はこんなレンズの開封で終わろうかと思います。それではね、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。